合間を見て出かけたのがお土産屋さん。夫婦で買い物に出かけるのは実に10年ぶりだという。これ蜂蜜ですね、オレンジ蜂蜜とレモン蜂蜜、それからあれ私のあった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 、これこれ私はちょっとカバンにつけるマスコットのようなものを買いました。娘は青が好きですから、私はいいですね。ここに合流したのが2人の子供たち。京都大学の大学院に通う少女のあやさんと、東京大学に通う長男のみつるさん。家族4人が揃ったのも1年ぶりだという。ノーベル賞どうですか？いや、まさかこんなすごい人だとは正直知らなかった。FNN 取材班はノーベル博物館を見学するあやさんとみつるさんに偶然遭遇。2人が見ていたのは、かきたてほやほやなのよ。あ、こうなってる。すげえ。同じ綺麗。本当に生えてる。父がついさっき書いたサイン。ちょっとサイン持ってるのね。引きたいうまいな。父の意外な一面に驚く2人。この日取材班は天野さんと霞さんのこんなやり取りも目撃した。おかわいいや、実はね